いうえお菓子したかきくけこんなにもさしすせソフトクリームコーゾロップで、で今回はですね、はい、牛肉のビーフカレー、ビーフカレー絶対美味しい、大好きです、大好き、食べたいです、早速ください、ゲームがありますよ、あそうでした、ゲームがありました、そうなんですよ、はい、皆さん冒頭に言った通り、うん、この料理にかけてですね、うん、私たちゲームに挑戦しなくてはいけません、そうなんです、ね、一体どんなゲームにこう、うん、やっていくのかというと、うん、はい、まあ、長い南極での暮らしで実際に隊員の皆さんが遊んでいたゲームを南極ゲームと今回呼ぶことにしまして、今回私たちが勝負するゲームはですね、うん、なんとけん玉です、けん玉、あのけん玉、あのけん玉です、南極ゲームだったんだ、そう、ということでけん玉の達人を、達人なんていらっしゃるんですか、達人がお呼びしました、どうぞ、見覚えがあの検定試験を受けまして6級の腕前は一応持ってます、はい、よろしくお願いします、ということでね、小村さんなんですけども先ほどもね、はい、一緒に座学してくれましたけど、はい、そんなね、うん、小村さんがこうけん玉がすごく得意ということで、こっちが本業ですもんね、もうけん玉が本業、けん玉やりたくてっていうあのですね、南極行くと昔の、やっぱりなかなか娯楽がない時はこれをずっとやってまして、で毎年けん玉協会の方がですね、単位室まで教えに来てくれるんです、みんなマイけん玉持ってます、かわいい、竹谷さんも持ってますよね、持ってますね、はい、マイけん玉、はい、これもマイけん玉です、なんとめっちゃひょいひょいってできちゃうんですか、今日は練習してないのでちょっとあんまりそう、なんか出ながら、あ、無理かも、師匠ですね、はい、このけん玉をあのお皿に一発で乗せることができるかに挑戦していただきたいということで、成功するとカレーがゲットできる、うわ食べたいよ、ね、もうね、結構難しい、匂いがしてるよね、カレーのいい香りがしてるからもう、ね、もう後ろで匂いが飛んでる、すごいニヒルの笑みを浮かべながらグツグツさせている、よっしゃ、あ、けん玉乗せよう、あ、我々乗せる、けん玉が来た、来た、ありがとう、ありがとうございます、じゃあこれに、もうだってお皿でいいんですもんね、これ足の屈伸がね大事だって、あ、うん、いくよ、せーの、それも下手だけど、やっと乗ってた、あ、でも出ちゃった、行きかけましたね、行きかけて行きかけた後行った、大きくね、大きく描いて行ったね、せーの、はい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 、すごい、ちょっとドキッとさせる、そういう、そう、これもカレーね、カレーだね、軸がすごくもう催眠術みたいな、どうやんの、どうやんの、これ見てからやっぱ始めた方がね、止まんのこれって、止まる、いきます、これ垂直にもう真上にって言うんですか、真上に行けばいい、真上に、